五津島奈良男は、長崎県南松浦郡奈良小村出身のもと、大相撲力士。本名は、金崎伊佐一。1940年5月場所、双葉山を取ったりで破る五津島1912年12月22日に、長崎県南松浦郡奈良小村で生まれる。地元では漁師をしていたが、土地相撲では、漁師で鍛え上げられた足腰を武器に大関を、務めるなど、 強豪力士として活躍した。ある日、常の花監視の引退工業が地元、長崎県に来た際に見出されて出羽の海部屋へ入門、1930年5月場所で初土俵を踏んだ。あまり出世は早くなかったが、広い肩幅と堅固な体格を武器に1936年5月場所において新入幕を果たすと強い足腰と腕力で、 幕内上位で活躍した。相手に思い切り当たらせておいてから巻き落としでひねったり、豪快な下手びねりで相手を破るなど、本場所では弱く稽古場では強かったことから、稽古場横綱と称された。1940年1月場所では、双葉山正田寺に初勝利して11勝4敗の、好成績を挙げ、翌場所は一気に、関脇へ昇進した。関脇としても、 双葉山を再び取ったりで破り、終盤まで安芸の海と優勝争いを繰り広げた。この場所は初日から7連勝し、13勝2敗の好成績で、場所後に安芸の海とともに大関昇進を果たした。しかし、両膝の故障によって、新大関となった1941年1月場所を途中休場すると、同年、 五月場所は9日目で七勝二敗の成績を上げ、勝ち越しと角ド出脱出まで、あと一勝と迫っていた。だが先場所痛めた膝の状態が悪化、終盤の十日目から六連敗を喫した上、七勝七敗で、迎えた千秋楽には関分け、寺志国一万倉に敗れて七勝八敗と、解禁しながらも大関で二場所連続負け越しを記録、大関昇進の決まった寺志国と入れ替わるように、 1942年1月場所は関分けに陥落してしまった。その場所も全休し、そのまま廃業した。大関在位数はわずか2場所で、昭和時代において史上1位の短命大関でありがいるが、最初の角番で関分けに陥落したのは2019年5月場所までに五津島のみである。五津島の陥落以降、土地の神の陥落までに千秋楽を7勝7敗で、 迎えた、門番大関は13名いるが、それまでの門番大関全員が、千秋楽に勝利して、門番を脱出、勝率は10割だった。門番大関、土地の神は2019年3月場所千秋楽で、敗れ、7勝8敗で負け越したことで、関分け落が決まったが、対戦相手の関分け、高啓生三信は10勝5敗として3場所3役で、 合計34勝となり、まさに、土地の新と入れ替わる形で2019年5月場所に、大関昇進を果たした。次の同年5月場所で、高啓勝は五津島と同様に、新大関の場所を途中休場しており、関脇転落直後の土地の新は、同場所14日目で10勝を挙げ、大関特例復帰を果たしている。なお、新大関から2場所で陥落したケースは、 2019年、9月場所までに、小津島、無双山聖師、高啓章の3人がいる。そのうち無双山は、新大関の2000年5月場所を、腰痛の悪化による怪我で初日から、全休、同年、7月場所も4勝11敗と負け越して、関分け陥落したが、直後の同年、9月場所先終落20勝5敗の成績で、常日の土地の新同様1場所で、 大関特例復帰を成し遂げた。さらに高景勝も、右膝関節内側側副腎体損傷の怪我により、新大関の2019年5月場所、同年7月場所と2場所を連続不合しで、関脇陥落するも、同年9月場所12日目に10勝目を挙げて、大関特例復帰を達成している。ありがとうございます。